こんにちは、コタールです。今日はムーミンのムーミングッズの開封式を行いたいと思います。ある時からムーミンにはまり、ムーミングッズを見るためにこう胸が締め付けられるような思いをしています。もうすごいワクワクするよね。でムーミンって何がすごいかっていうと、結構生活用品、おしゃれな生活用品とコラボしてるの。だからちょっと生活の中に自然とムーミンが溢れ出てくれると嬉しいなと思って買いました。順番に紹介していくね。これはお母さんのお友達から、私が大のムーミン好きというのを聞いて家にあったみーちゃんだね、みーちゃんグッズを集めてくれました。かわいい。このね、北欧テイストのね、この柄が好きなのよ、みーちゃんと。あー、素敵な色です、ありがとうございます。これなんだろう、キーホルダーだね。そう、これ母が鍵につけろって言ってたわ。あんた鍵なくすんやから2個ぐらいつけときなさいって言われた。これつけたいと思います。これは母が使い方を聞いてきたんだけど、よくわかんないけど、タイルだと思うんで、なんか作るときに使おうかなと思います。これは私のささやかな楽しみ、ムーミングッズを買う。たらーじゃん、ナスカレ。ちょっとお家にいる時間が長いし、髪がおでこに当たるとニキビとか増えちゃうので、これをちょっと家でつけてようと思います。かわいい、リボンだし、ちょっとつけてみようか。ちなみに今すっぴんです。これで顔を洗うんだろうけど、今家にいるからこれで一日過ごしても問題はない。ただ母が帰ってきた時にこいつとって頭狂ったんだろうなって思うんだろうな。ちょっと今もちょっとちっちゃかったら可愛いんだけどな。まあいいか、これでお送りします。あとはみーちゃんのスリッパ買おうと思ったんだけど、全力で止められたので、この枕につけるやつがいいんじゃないって言われて、これ買いました。枕にね、今ね、安全ピンでタオルがついてるんだけど、これをちょっと待ってね、全体を写すね。じゃん、でかない？枕この半分ぐらいしかないんじゃないかな。裏はムーミン。タオルだから洗えるのがとってもいいね。今日からこれでいい夢見たいと思います。あともう一個がこれ、携帯リング。携帯を立てて撮影するときが多いので、このみーちゃんを犠牲に立てて撮影できるようにと買いました。